今ね、どこにいるかっていうと、北海道のニーカップにいます。ニーカップという、日高地方ニーカップということで、今、国道235号線からちょっと入ってきたところにいるんだけど、まあ、すぐそこ、国道235号線なんだけど、そこのところで、サラブレッド銀座と呼ばれているところに来てます。サラブレッド銀座というね、この駐車場があって、ここから牧場が眺めることができるんだけど、ここから山間部に向かう8キロほどの、道にはね、まあ、牧場が連なっているということで、まあ、いわゆる競走馬ね、サラブレッドを生産している、育成しているということで、サラブレッド銀座と呼ばれている、まあ、サラブレッド1丁目、2丁目、3丁目、5丁目、6丁目ぐらいまでありましたけど、ちょっとここを今からね、行ってみます。まあ、火山なんかあって結構風光明媚なんだけど、ちょっと今行ってきます。ここもね、一応ニーカップでのおすすめ名所の一つです。牧場の中入っちゃダメですよ。ここから今から道を走ってきますけど、牧場の中入る場合だったら一応牧場のね、人に許可は得ないといけないです。これ一応観光牧場じゃないんで、もちろんね、向こうの善意ですからね、入れてもらえないことも多いし、入れてもらえることあってもやっぱり守ることは守らないといけない。馬に触っちゃダメとか、あとは入っちゃいけないところもありますから、そういったところをですね、守っていただいて、大声を出さないとか、あとはフラッシュをたかないとかね、びっくりするようなことをしない、そういうことが重要かなと感じがします。なので今こう見ていただいて、左右に牧場があるんです。ここからまあ8キロならかないかぐらいがずっと牧場が連なってる感じですね。なのでまあ、なんとか牧場ってあってね、その中でまあここから結構有名な馬が出たりもしていたりするわけです。地方競馬から中央競馬ということですね。で、馬がいますですね。でこういう感じで止めてね、撮影してる人もいますけど、オレンジの線とこれやめた方がいいですね。ここのとこ真ん中の中央線がね、そこで止めちゃったらちょっと邪魔になっちゃうんで、そこやめた方がいいと思います。カーブとかね、考えてもね、なのでまあこういう感じです。だからここから競馬、まあ、いわゆる好きな人いるじゃないですか、競馬好き。競馬昔よくやってたんだよね。その中でまあいわゆるサラブレッドがいるということ。左側見てください。左側見えますかね。左側見えますよね。まあ、こんな感じで放牧されてます。もう本当ここら辺間近ですよね。本当に近くまで来ています。なんでまあ写真撮影とかであれば中に入らなければね、ちょっとできます。でもう本当にもう牧場の中を見学させてもらいたいのであれば、牧場のちょっと電話してね、もしくは教会があるんでそこのところ行って頼んで入れてもらう感じです。案内してもらって、さっき言ったように守るものは守ってですね、これは観光牧場じゃないですから、向こうの善意でやるわけですからね。村元牧場ですね。いいですね。なんかのんびりした感じがね、たまらないですね。だからこれ左が右が両方、サラブレッドということで、なってます。サラブレッド銀座ということで、ね、なかなかこういう感じです。今は今日何日かというと、ちなみにね、令和2年西暦2020年の、10月の18日ということで、日曜日です。で、その中でまあ、まだ10月だからいいんだけど、これからね、11月より12月入ると、まあ雪が降って積もってくるわけですから、まあ冬はすごく寒いというわけですね。まあそれちょっと大変なのかなって感じがするんだけど、まあ本当競走馬、競馬好きな人は、まあこういったところね、北海道のこの日高地方のニーカップとか静内とか、この辺りは結構サラブレッドの生産と育成を行っているところがありますから、ぜひちょっとこのサラブレッド銀座ね、通るだけでもね、多分ね、競走馬好きな人、競馬好きな人はたまらないと思うんだよね。で、左が見てください、これ。いますよね。結構、います。1頭、2頭で、そこやからね、これ。なんか、色が同じ。仕掛けとかね、黒仕掛けとか、青毛なんか、俺、なんか、ダービースタリオンって育成のね、ゲームやってたんで、あれでよく、白毛も出たことありますよ。足毛ね。足毛で代表されるのはオグリキャップだけど、いいですよね。青仕掛けとかね、栗毛もいますね。栗毛で左側がです。それ結構いるね、やっぱり中地牧場の名前ちゃんと書いてますんで、もしだからあればね、まあ、一応なんか教会だったかな、その観光の教会みたいなのがあるの、そこのところ聞くといいんじゃないかなって感じしますね。で、長浜ハーム、
ど、まだまだ右も左もずっと牧場ですから、しばらくだからさっきの国道沿いから行くと8キロぐらいは続いていると言われています。最近全然やってないんですよ。あの昔はよく宗教競馬場も行ったことあるし、川崎とか東京住んでた時は、まあ、いわゆるあの府中競馬ね、東京府中にある府中競馬、府中から割と近いとこ車とかバイクでよく行ってました。で、あとはたまにちょっと遠征してね、中山の競馬場、中山競馬なんかも行ったりして、たりもしましたね。まあ、他はないかな。札幌とかもないし、九州のその北九州、あの小倉の北九州の小倉のあそこも行ったことないし、中京、東府中と中山、あと関西の阪神競馬も行ったことないんだよね。だいずれまた行きたいと思ってます。まあ最近全然やってなかったんだよね。まあ、別にあのギャンブルに、まあ、最近賭け事にハマるってこともしないっていうかね。まあ、ただまあなんていうかな、競馬ってのはちょっと夢があるよね。そんな儲けなくてもいいっていうかね。まあなんか頭は使うじゃないですか。血統とかも考えてね、いろいろやるわけだから、その意味で頭の体操でもいいのかなと思ってます。そんなに大掛けしなければ、別にそんなに身を破滅するほどのものであるわけじゃないので、まあ将来的には馬主にもなりたいからね。馬主になるためは相当お金収入がないためだ。3000万以上だったから年収、だからあれもギャンブルですからね。もし例えば安いね、オグリキャップがあれだけ活躍しましたり、地方競馬から活躍しましたけど、ああいう感じになれるだったらばいいですけど、まあ下手すれば高いのを買ってね、高い馬をそのままファンクとして買ったりとか、高い種牡馬をつけてで、大した活躍せずにってたら結構損になりますからね。まあ難しいっていうか、まあ以上のギャンブルって賭け事って賭け事ですよね。でここが優秀のスタリオンステーションです。優秀のスタリオンステーションですね。ここのところに、まあ、いろんなオグリキャップとか前のトップガンとかね、まあ、いろんな、いろんな馬の火があります。墓みたいになってるかな。で、シュボバのも見学できるんで、シュボバを見学するっていうのもね、ちょっとね申し込んでみました。で、ここのあたりもうちょっと先ぐらいまであるかな。もうちょっと先ぐらいまで、ね、まだもうちょっと先ぐらいで、ここは一応集落になってて、学校が小学校があるんですよ。やはりまあ速度制限が40キロの落ちましたね。あの子供たちが飛び出してくる可能性があるってことね。で、なんか桜並木って有名なんだけど、静内の方で、ここから8キロなんだね。うん、まあ桜の咲く時期じゃないけど、桜の咲く時期に来て、日本で一番というふうに言われてますけど、ちょっと行ってみたいかなって感じはします。はい、いずれはね。ということでね、まあこの辺りで終わりかな。まあ、一応これは小学校があってですね、右側ね、だからまあちょっと速度はちょっと緩めないといけないと思います。なんで子供が急に飛び出してくることがありますからね。まあ2カップに関しては、地産業に関してはまあ牧場経営だけど、牧場の中でもまあいわゆる乳業牛、まあ、一応基幹産業としてはね、隣の静内に関してもね、静内がなんかあのもう一つの町と合併して新日高になってますけど、乳業牛中心で基幹産業としてね、あとは漁業なんかもやられているという昆布有名ですよね。日高昆布ということで、よくコンビニの中で日高昆布なんて出てきますけど、ここの辺りで取れる昆布です。で、そういったところがあって、あとは競争馬の生産育成としても結構多くの牧場をやってるということで、それでも、ね、かなり有名なところです。だから行政的には潤ってるんじゃないかな。あの新カップに関しては他のところ、まあ、人口は減ってるんだけど、まあ多分税収はそれなりにあるんじゃないかなって感じはします。まだありますね、やっぱりこの辺り牧場ね、この辺りということで、クリファーム、これは株式会社ハクレハーか、有限会社でやってる、まあ個人でやってるのありますからね、まあ、生産してそれを売ったりするね。で、まあ北島三郎とか北さんフラッグとかね、ますけど、まあやっぱり有名な人は有名で売ってますよね。まあこの辺りで終わりかなって感じはしますね。なんでまあ富
人牧場ですけど、まあ、これより先行くとあんま長いないですね。なんでまあここだからさっきのところからだいたい8キロぐらい来たかなって感じはしますね。はい、ありがとうございます。